同イオン治療開始から4日間が経過して5日目の朝です。昨日の夜ですね、夜の、追加投入で、白癜病の同イオン治療は一応終わりにしています。まあ、今朝の白癜がねこう出てたら追加投入っていう感じなんですけど、もう3日ぐらい前から落ち着いてるので、まあ、この 0.2 から 0.3 の濃度でしっかりと4日間続けたので、まあ白癜菌は撲滅できたのかなと、思っています。一旦こう5日目で、同イオンの治療は終わりたいと思います。ドッグビューティーのね右側のリムフォーが気になりますが、まあ、またおばちゃんにちょっと動画見てもらって、まあ、撮った方がいいのかっていうのはちょっと確認してみたいなと思っています。まあ、サラサボンベとねベニゴンベはこの辺にいてるっていうことはまだマシかな。まあそんなにね過呼吸にもなってないので、同イオンは 0.2 か 0.3 で、適正だったのかなと思っています。まあ、0.2 か 0.3 の間で治せるんであればというのを今回ね証明できたらなというのはありますし、まあ、前回、まあ、先々月ね、クイーンエンゼルと白癜病もこの濃度で治してるので、案外4日間ちゃんと続ければ低い濃度でも同イオン、白癜病は治るのかなというのをが、今回で分かったような気がします。この日は餌を食べる様子も撮影しています。とりあえずセレクト流していくんですけど、サラサゴンベがね積極的に食べるようにはなりましたが、ロックビューティー食べてますけども、そうですね、キヘリ巾着ダイが来ないですね。あとはルリモかな。あとは染焼きアッコのね食いも悪くなってきたので、ちょっとこの辺が気になるところです。またね明日しっかりと様子見たいと思います。